おはようございまちょー、フォルテです。今日はスーパーの半額サービスでした。てなわけで、ふと帰りに寄ったスーパーが半額サービスをしてたので、それをひたすら爆食いしたいと思います。よいしょ。普段お惣菜なんか全然買わないけど、やっぱ爆食いをするならやっぱお惣菜だなと思って。ちょっとサムネ撮影するけど今からちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。じゃあいただきましょうか。今日はちょっと夜はトレーニングなんですけど、オン。今日ねちょっとね演奏会に行ってきたんですよ。まあその帰りにちょっとご飯を食べながら、まあね、まあ、演奏会についての動画もまた今度別で語ろうと思うんですけど、とりあえず久しぶりにスーパーに寄りました。いつも業務用スーパーだからあんまお惣菜とかないけど、いただきます。うまい。半額って美味しいね。うん。うめえ。うまっ。これなぁ、あのあれなんよ、このチキンカツがすごく庶民的な味でいい意味で、でそうかもソースがたっぷりついてることによってもうすんごく染み渡っとってめっちゃ美味しい。うまっ。うん、うん、うまっ。この簡単な味のスパゲティがまた美味しいよね。結構ね、弁当のスパゲティって好きなんよ。唐揚げもうまっ。冷凍食品と全然違う。うん、うまっ。野菜もちゃんとあります。やっぱな、ね、スーパーのお惣菜結構昔から食べてたからね。うん、美味しい。でもスーパーによって唐揚げって全然味が違うよね。俺さ、愛媛出身なんやけど、なんか富士の唐揚げが超美味しいってマツコのテレビに取り上げられとって、食べとけばよかったなと思って超後悔してる。うん、うまい。ちょっと卵一口でいきます。うめえ。おいしい。うん、ハンバーグ食ったのいつぶりやろ。うまっ。うますぎてやべえ。じゃがいも食べます。じゃがいも食べるのいつぶりやろ。本当に前の塩タン以来だ。うん、うまっ。なんでね、俺スーパーがさ、あ、スーパーが結構好きでよく行くんやけど、やっぱコンビニとかと違ってなんかね、やっぱ結構すぐダメになる食材が多いから、コンビニと違ってスーパーのお惣菜はやっぱ結構美味しいんよ。なんかその、やっぱコンビニで食べるのやっぱちょっと罪悪感あって大丈夫かなっていうので。カニクリームコロッケ美味しい。めっちゃ美味しい。うん、めっちゃうまい。
美味しい。めっちゃうまい。止まらん。みんなスーパーの食材何が好き？俺結構コロッケも好きなんよ。やっぱ時々食事会とかでちょっと高級なもん食べさせてもらうけど、やっぱりね、こういう系の方がね、美味しい。俺豚足この前人生で初めて食べたんやけど、超美味しくて、愛媛で行ったとこなんやけど、超汚い店に行ったんやけど、豚足食べさせてもらってめっちゃ美味しくてハマって、何本も食べて、ちょっとね、あの豚足だけを食べに愛媛にまた戻ろうかなって考えてる。本当に豚足って最高。ね、ご飯が足りん。まあそのためにちゃんとおにぎり買ってんだけどね、たらこ、これも半額。マジ最高だよ。うまい。うん、今日めっちゃ筋トレしよう。じゃないとやっぱさすがにこの量食べて、正直昼も爆食いして、やっぱさすがに太るよね。めちゃくちゃやっぱ今日は運動しよう、頑張って。うん、おいしい。うまっ。美味しい、たらこも。うん、うまい。美味しい。みんなおにぎりってどうやって食べる？俺はサイドから食べて、真ん中の具を最後に一気に食べるタイプ。これ結構性格出るよね。この唐揚げがめちゃくちゃニンニクの味もしっかりして、生姜の味もして、超最高。結構お腹いっぱいになってきたよ。やっぱさすがにこんだけ揚げまくっとったら太るよねって言いながら食べるんだけど、急にお腹いっぱいになってきた。うめ、ちょっと食いすぎな気もするわ。さすがに運動するわ今日。めっちゃ有酸素も入れます。うん、うめかった。さすがにちょっとお腹いっぱい。本当にここまで見てくれた人たち本当にありがとう。ここまで見てくれた人何人いるんだろう。ごちそうさまっちょ。ありがとうございまっちょ。みんなここまで見てくれて本当にありがとう。これからも頑張る。これからもよろしくお願いしますっちょ。グッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ごいまっちょ、ごちそうまっちょ、まっちょまっちょまっするごい。まっちょ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 。